東京じゃ考えられんよね。なんか本当同じ国にいるんかなって思うよね。うん。お、見えてきた。すごーい。ようこそ金沢大学へ。ただいま金沢大学。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日は金沢大学に来てるんですけども、今回は冬の金沢大学の魅力を紹介しようと思ってます。今理系の塔の前にいるんですけど、見てください、この雪景色、完全に積もってるんですよね。最大限金沢大学と金沢の魅力をご紹介できたらなっていうふうに思っております。で、今回ですね、金沢大学の就活サークルがあるんですけど、その就活サークルをやっているメビックさんという方にも一緒に金沢大学を紹介していただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。金沢大学4年生法学類の山下芽吹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今から金沢大学の魅力を皆さんにお伝えできたらなっていうふうに思っております。では行きましょう。はい、行きましょう。行くぞ。まず文系のキャンパスから紹介しようと思うんですけども、文系のキャンパスの下に金沢大学のこの石があります。大学の入学式とか卒業式はだいたいここで写真を撮るっていうのがまあ通例となっております。でもまあこんな長靴で投稿してくる人いないですけどね。マジっすか。僕これですよ冬は。いや雪でもダサい。パジャマ下に出てるわ。ちょっともっとダサい。ということで、じゃあまず文系の塔から行こうと思います。ここら辺が文系のそれぞれの学部の塔があるとこなんですけど、みぶきちゃんの法学部はどれですか？あの目の前にある塔です。はい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 。え、じゃあ一緒やん、経済と。ここが人文学類ですね。地域創造学類がこちらです。皆さん金沢大学にちょっと興味ある人が多いということで、それぞれの学部の特徴をちょっと俺たちから教えてあげよう。まず経済学類はですね、金沢大学だとちょっとイケてる人が集まってる雰囲気はあるんですよ。なんでかっていうと、その自由度高いし、授業とかもめちゃくちゃ大変かって言ったらそうでもないし、パラ系とか言うじゃん、パラダイス系。そうそうそう。だからちょっとだけでイケてる人が多い。ただあの前提として真面目な人が多いから、ゼミとかもみんな真面目だし、勉強する環境はね、金沢大学全体かもしれないけどめちゃくちゃいいんですよね。大学の教授も親身になって相談乗ってくれるので、いい学部だと思います。続いて法学部。法学部は勉強したいなって人が入ってくるので、うん、公務員になりたい人と、はいはいはい、企業に入りたい人と、うん、弁護士とかになりたい人の3つのコースに分かれて入ってくるので、うん、結構真面目な人が。へー。あ、ちなみに法学部のサークルもあるよね。法律相談所とか、うん、国連とかっていって、法学部の公認サークルがあるので、そこで仲良くなれます。地域創造学類は経済学類とちょっと系統は僕は似てると思ってて、結構自由度が高くて多様性みたいなのが結構ある学部ですね。で、人文学類は女性比率が高いけど、まあ、静かな人が多いイメージですね。で、ここを歩いた先に食堂があるんですよね。2年生以上の人たちがよく使う食堂なんですよね。結構行列だよね。終わってすぐ走って食堂まで行って、うん、めっちゃ並んでたらやめようかなみたいな。そう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 。はい、ということで、ここが北福利食堂っていう3番目に大きい食堂なんですよね。で、僕ら結構使ってますよね。めっちゃ使います。今日土日なんで空いてないんですけど、ちょっと行きますか。授業の合間とかで作業したりすることもできるので、おすすめです、近代来る人は。金沢大学内ではもう割とニュースになってることをちょっと紹介するんですけども、今回金沢大学の文化祭って毎年毎年しょぼいって言われてたんですよね。ただですね、今年は体育館で開催されたんですよね。多分最多だと思うんですよね。延べ410人が来場してくださったらしくて、すごい盛り上がってそうだなと思いました。ちなみにこの北福井食堂に付随してるベンチは結構僕使ってましたね。ちょっとまた空いてる日に行こうと思います。なので次の動画楽しみにしてください。はい、ということで、じゃあ移動しますか。今から図書館に向かおうと思ってます。図書館はね、よく近代生が使うスポットなのでね、今日は空いてないんですけど、外観とあと外から見た様子を映れしてたらなっていうふうに思います。人前はいつも図書館で勉強してます。おー、真面目。仮面浪人してた時
図書館でずっと赤本でやってたわ。ここが図書館なんですけど、金沢大学以外の人も申請したら来れるんですよね。なので金沢市に住んでる方は本借りに来てください。カフェもありますし、ね、そう、本和カフェっていう安いサンドイッチとコーヒーが飲めるんで、金沢大学内の学食ランキングだったら本和カフェが一番美味しいです。今雪の積もり方がそこまでなんですけど、めっちゃ積もったらここに雪だるまとか鎌倉とか作る子もいて賑わってます。雪を楽しめる大学って多分日本に数少ないと思うんですよね。こちらが総合高校講義棟っていうところです。1年生はだいたいここの棟で授業をします。だから学部関係なく行くよね。文系も理系も初めて会える。今から大学入学する人や今1年生の方は登校したらここで頑張って友達を作ってください。友達は理系の彼氏とか作ってます。ということで、ここが大学開館前の掲示板なんですけど、就職支援情報がここに載ってるということで、面接練習会とか就職イベントの掲示とかがあります。あとちなみにここにですね、サークルの掲示板もあるんですよね。こんな感じで奥までずっと続いてます。ここのアカペラサークルのメロメロは1回動画にも出てもらいました。楽しそうですよね。屋上で歌って。あ、そうそうそう、え、夜だいたいいるよね。いますいます。ここにここが食堂なんですけど、文系のキャンパスだと一番でかい食堂ですね。総合教育棟が近いので、文系だけじゃなくて1年生は理系もこっち来ることあるんですよ。だから大きいです。サークルの勧誘とか打ち合わせとかにも使われてるので、割とね、賑わってるよね。賑わってますね。金沢大学のいいところを言うゲームしましょう、はい、広いところ、雪が綺麗なところ、本和カフェが美味しいところ、建物がレンガで綺麗に見えるところ、素直でいい人が多いところ、勉強頑張ってる人が多いところ、うん、金沢大学の医学部が宝町キャンパスって近くにあるんですけど、で医学部の子たちとの交流もあるんですよね。視点とか視野が違うから面白いところ。理系のキャンパスが綺麗なところ、あー確かにね、広いところ、いや、ここがですね、アカンサスインターフェースってところなんですけど、文系と理系をつなぐ橋なんですよね。こっから見える景色が冬は綺麗なんですよね。ね、めっちゃ自然で綺麗です。久しぶりに雪見ると興奮するわ、本当に。どっちが雪だるま大きく作れるか選手権しない？絶対嫌です。寒いもん。南アカンサスインターフェースってなんか別の人を思い返すわここが文系と理系をつなぐ一つ目の橋で、はい、傘なしでもですね、雨でも雪でも通れます。ということで、ここが自然館なんですけど、理系の人が通るところですね。研究室とかも中があるから、理系の人がみんなここに集まってます。はい、ということで、ここがですね、金沢大学から車で10分の羊前スキー場なんですけども、行ったことある？ここはないんですけど、富山のところならあります。そう、ここから1時間半ぐらいで別のスキー場にも行けるんですけど、スノボの練習とかはここで十分だと思います。近いですしね。そう、こんな感じでね、もう気軽にスキーができる大学ということで、金沢大学の人は割とすぐ行けるので、ぜひ行ってみてください。僕らは今日滑らずに帰りましょう。はい、行こう帰りましょう帰りましょう。ということで、大見町市場に来ました。大見町市場の中は雪が防げるということで、行きましょう。美味しそう、一部大好き。雪ます。うまい。はい。ほんまりすぎだろ。おいしい。すごい。生きてる。めっちゃ安いですね。安い。今日あれ買ってきます。自炊するの？しますよ。すごい。めっちゃします。自炊するそうです。します。じゃあちょっと昼ご飯食べに行きましょう。ここでカニの鍋を食べようと思います。行きましょう。カニ鍋。オープン。すごい。めっちゃカニ。いただきます。うん、美味しい。あっさりがいい。おいしい。かわいこぶんな、かわいこぶんな。サミが一番好きです。すごい映えるね、これ。
ちゃしっかり味があります。美味しい。いただきます。はい、じゃあ先に。はい、めっちゃうまい。浅いな。美味しい。カニの出汁の味がすごいします。兼六園に来ました。今雪ちょっと溶けちゃったんですけど、雪が降るとやっぱまた景色が違うんですよね。他のエリアは雪がまだ残ってるので、ちょっと見ようと思います。兼六園はですね、四季によって景色が違うので、一回金沢に来た方も冬とか春とか秋とかに来てもらっても全然楽しめます。こんな感じで兼六園の名物雪吊りなんですけども、今は雪が結構溶けてしまって下の部分しかないんですけど、運とタイミングによっては綺麗な雪吊りも見れるので、今回は見れなかったんですけど、ぜひ見に来てください。ということで今日一日金沢大学と金沢の観光名所もあったんですけど、どうでしたか？はい、金沢の観光名所に来るのが入学して以来本当に久しぶりだったので、すっごい楽しかったです。ありがとうございました。ご乗車ありがとうございます。これから金沢大学に入学する方や、まあ、他大学の人もぜひ金沢大学や金沢に遊びに来てください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ある人を金沢大学にちょっと誘致したんですけども、パーカーくんです。よろしくお願いします。はじめまして。どこ座るんですか？パリピが全取ってるんで、落合さんの研究室行きたくて筑波大学に編入しようとしたんですけど。言ってましたね、はい。